はい、ご視聴ありがとうございます。アグニドッケてっちゃんです。今日はですね、こちら掘り出していきます。はい、やっていきましょうね。外出自粛で掘り出し作業やりましょう。外出自粛して掘り出し作業しましょうね。さあ何かな、なんですかね。正解は虹色クワガタでした。不思議な色、グリーン強めですね。こんな感じでね、綺麗ですね。これが虹色クワガタです。あー爪が痛い。ちょこ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 ちょ。裏も綺麗ですね。すごいね。一応サイズ測らして。一応ね、目安で。痛いな爪が。爪が結構痛いからね、虹色クワガタは無理だ。とりあえず落ち着いてから測ります。そんなでかくはない。多分45とか。綺麗ですね。でもかわいい。ちょっと頭の方が紫っぽいね。はい、かわいい臨時色でした。で、虹色クワガタのねツイッターやってますので、もしよろしければフォローの方よろしくお願いします。アグニの森ですね。はい、アグニの森やってます。そうそう、ブリードルームね。アグニ時計のブリードルームはアグニの森ですね。だからまあこれもね、昆虫採集ですね。昆虫採集してます。外出自粛で昆虫採集、家で昆虫採集。はい、ということで今回はこの虹色クワガタが取れました。ではまた、バイバーイ。